ロシア極東部のサハリン州にて撮影。チシマザサは稲アカササ族に分類される大型のササの一種。缶の基部が球状に曲がっていることから根曲がりだけの別名があるほか、高来ダケ、ササラケ、ササマゴ、などとも呼ばれる。ササの仲間では最も北部に分布し、主な分布域は朝鮮半島、日本列島、チシマ列島南部、 カラフト。産地に群生し、笹としては大型の高さ1.5から3メートル、缶の上部でのみ枝分かれする。花は水上で約60年に一度と滅多に咲かないが、咲く時は群落全体が咲き、結実後、枯死する。日本では妄想地区が全国規模で普及する、時代以前、すなわち、 薩摩藩主配下にあった琉球王国経由で妄想地区外入されるより、前の時代には、千島笹は日本を代表する竹、笹類の一つであった。千島笹の変種を含む品種を劣気する。缶は農作物の支柱や竹細工に利用される。千島笹の竹の子は後の6月に収穫でき、伝統的には竹の子といえば初夏の食べ物であった。本種の竹の子は、 山菜として特に人気がある。アクが少ないので、皮を剥いてアク抜きせずに、味噌汁や煮物にしたり、皮付きのまま焼いた後皮を剥いて食べたりする。長野県北新地方と新潟県上越地方の山間部では、根曲がり竹、または竹の子と呼ばれる千島笹の新芽が取れる時期に、サバの水煮の缶詰と一緒に味噌汁にして食べる習慣がある。作り方や材料は、 各家庭によって違うが、基本は沸騰した鍋の中に、千島笹と缶詰から取り出したサバを入れ、しばらくしてから、地元特産の信州味噌あるいは、越後味噌を入れ、人に立ちさせて完成する。この味噌汁は、当該地域では、春の特産として、風物詩として親しまれている。また、産地の一つ、青森県津軽地方の山間部で採取されるものは、 タケノコと呼ばれ、当該地域では磨きに浸透赤メロミを共にした素朴な味噌汁として同様に親しまれている。シャープのラジカセでスピーカーに採用されていたホロファイン振動板にはシシマザサの洋館パルプが用いられていた。ありがとうございます。